ディラ・キャラカンポはタイ国でキックボクシングを現在でもやっております。タイ国のバンコックにありますマンハッタンホテルという、そのホテルのマネージャーをしておりますが、好きで現在でもキックボクシングの試合を行っております。前には国際キックボクシングをやっておりまして、東洋バンタム級の1位まで。の蹴り、そして山崎の突きがポイントになってみていいでしょうか。そうですね、早くも山崎が右左、左2発、低いそして高い蹴りを見せました。決勝戦、回し蹴りが出ております牢山。脇腹に今度は高い回し蹴り牢山。非常に前の取り、睨み合いです。今矢野の太鼓が鳴りました。